どうも皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。今回も新イベント情報をまとめましたのでご紹介していきます。今日のお品書きはこちら。1つ目は大魔師獲得イベントの開催です。イベントのタイトルが天才美少女現るということで、天才素質あり先読みの得意な学生テニスプレイヤーの桃田美心ちゃんが登場です。イベントの内容はいつもの大魔師獲得イベント同様で、イベントクエストがノーマルとハードの2つ存在し、クエストをクリアしてユーマインを集めたユーマインでボスに挑戦し討伐書を集めるというものです。集めた討伐書は様々なアイテムと交換でき、その中の桃田美心の報酬を集めることで大魔師一覧から美心を解放することができます。解放に必要な報酬は40個です。この美心はイベント期間中獲得量 1.2 倍の特攻がついているため、40個集めた段階で解放するようにしましょう。また限界突破を含めると410個の報酬が必要となっています。報酬は討伐書の交換の他にもイベントクエストのハードでもドロップするため、期間中少しずつ挑戦するようにしましょう。またイベントに合わせて特攻持ち星3の桃田美心もガチャに登場しています。スキル必殺技を見る限りでは魔法攻撃型のかわすにかぐやというところでしょうか。グレンジに余裕のある方は引いてみると良いかもしれませんね。続いて2つ目は耐久戦の交換書に新たな大魔師が追加されました。追加されたのは星2の泉あさひちゃんです。勝利の証300個で5個の報酬と交換でき、40個集めるとキャラクターを解放することができます。入手方法に自信のない方は以前投稿したこちらの動画を参考にしてみてください。3つ目はゴールデンウィークキャンペーンの開催です。期間中は1日1回無料ガチャが10連にアップし、最大で140連することができます。ポイントも貯まるので大魔師交換に役立てましょう。交換できるキャラのうち、私はうさみみくちゃんを今の環境ではおすすめします。回復キャラというよりも味方の魔法攻撃アップという点が注目ポイントです。階級戦でのケーン・アズサ等のワンパンラインを上げられるところが優秀ですね。このキャンペーンは今までのイベントの中で一番嬉しい内容ではないでしょうか。プラチナガチャは今のところ登場しているガチャキャラが全て排出されるので、この期間にお気に入りのキャラを当てちゃいましょう。4つ目はプラチナガチャに新規星2キャラ追加です。追加されるキャラは本ゲームの主人公朝田イブちゃん。ドンキを振り回す星1のイブちゃんと違い、回復キャラとして再登場です。回復の他に味方の防御アップができるキャラなので、今後の高難易度クエストの回復役として活躍してくれるかもしれませんね。そして5つ目は玉魂クエストに難易度宴追加です。こちらのクエストは既存の玉魂クエストと敵の強さが同じですが、消費スタミナが10倍となっていることでドロップ数も10倍となっています。難易度が追加と言いましたが、厳密には既存クエストの時短バージョンといった方が正しいかもしれませんね。確認のため一度クエストに挑戦してみましたが、消費スタミナとドロップする玉魂を見ると前回の玉魂獲得イベントの方が優秀です。こちらはおそらく常設となるクエストですが、あまりお世話になることはないかもしれませんね。少なくとも私はやらないと思います。大きなイベントの内容は以上の5つとなりますが、この他にもゴールデンウィーク中に開催しているキャンペーンもご紹介します。1つ目はログインボーナスキャンペーンです。期間中グレンシュをもらうことができるキャンペーンになります。2つ目はプレイヤー経験値2倍キャンペーンです。期間中メインクエスト玉魂クエストの経験値が2倍になります。3つ目はドロップアイテム数2倍キャンペーンです。期間中メインクエストのみドロップ数が2倍になります。4つ目は玉魂クエストドロップ数アップキャンペーンです。期間中玉魂のドロップ数が1個追加されます。以上が今回のイベントの内容になります。大魔師獲得イベントはイベント後半戦も用意されていることから、もしかするとゴールデンウィークキャンペーンの期間後半に何かサプライズがあるかもしれませんね。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。